こんにちは、デリッシュキッチンです。無限豆苗もやし鍋を作ります。豆苗1パックは根元を切り落とし半分の長さに切ります。ニンニク1かけは刻んでおきましょう。生姜1かけも刻んでおきます。フライパンにごま油大さじ2とニンニクを入れて弱火にかけ、生姜と輪切りの唐辛子少々を加えて香りが立つまで炒めます。お鍋に酒大さじ2、醤油小さじ1、塩小さじ1/2、鶏ガラスープの素小さじ1、水 400cc を入れて熱し、豚こま 200g を加えて中火で火が通るまで加熱します。アクを取り、中心を開けてもやし1袋と豆苗を乗せてさっと煮ます。タレをかけたら完成です。